30分あるんやったら山頂目とか南公園のあたりまでちょっと歩いてみるか。そこら辺までは自分ところらしいです。なんなら俺も三丁目やったんやから。まあそこの通りをストンと行けばいいだけなんでね。地元の喫茶店もあるし。20キロ制限。20キロってすごいな。そんなに20キロらしいのか。言ったらそういうこと。あ、そこ。軟水の湯。銭湯なのかな、結構あるんですね。あと、意外と駐車場埋まってんだ。コインパーキングはね。食品か、アップル。お好み屋さんか。あ、ここ。あとここ。セブンイレブンもあるし、全然便利ですからね。うん、そんなことも向きだな。よし。そこは南公園かな。いや、これと違ってまたでかい公園があるのかな。憩いの場みたいになってますね。いいことです、いいことです。今日失敗したのが汗吸い取る用のインナーが誤って分厚いやつ着てきちゃったんですよね。なのでめちゃくちゃ暑い。意外と有利歩けたな。そこにでかい公園があるのか。あ、じゃあ渡っとってもよかったのか。まあまあまあいいか。
まあ、バス停はこの上にあるんで全然行きますね。大阪名波早大橋万寿。ドッグカフェとかあるか。すごいですね。あれ、そこが来るときにあった銭湯、鶴町。すごいですね。昔ながらの感じですね。あ、つぼ焼きもね。ああ、自転車さんな。で、これが南公園なんや。渡っとくか。で、結構ここなんかもなんかホルモン焼き屋さんとかあるみたいですね。あ、待って、渡ったらあかんのか。ここが乗り場か。これは？はい、行きますか。いっぱい通っていましたね。すごいね。小田阪神前、阿部の、あ、違う。メーカーが向こうか。あ、向こうなんや。はい、あ、向こうから鶴町四丁目ってやつがあるんや。おい、あそこは本当にターミナルになってるんですね。まあ確かに乗り場は一つだけでしたけど、いろんな行き先ありますもんね。よし、その先になるのかな、きっと。その先にバス停があるんやろ。うん、暑い。で、ここら辺が鶴町1丁目と。まあ、1丁目から4丁目までずっと来た感じですね。奥は時間に余裕あるからと、またうろうろすると。あれと、南公園はこんな感じか。なるほど、写真を。なるほどな。で、大阪駅とか行くやつもいろいろあると。で、ここが公園と。ここはバスは全部曲がってくるんですよね。曲がって向こうに行くか、曲がってこっちに来るかみたいな感じなんですよね。ここか。これか。あ、バス乗り場あるわ。で、あ、天保山行きってなって、これでいいんや。13時28分、あと20分になるか。もうちょいブラブラするか。